まめだです。今日はヘアアレンジ久々にやっていきたいと思います。結構前はロングでこれぐらいあったんですけど、まあ、その時はね髪の毛巻いたりとかいろんなことができたんですけど、今ねミディアムになってで、髪の毛どんな感じですかってよくあのコメントでいただいてたので、私がよくやるヘアアレンジを今日はね皆さんにご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずは今ねこれ髪の毛ブローしただけなんですけど、ストレートにしていきたいと思います。はい、ストレートヘアって大人っぽい格好とかあのクールなね格好にストレートヘアってあのよく合うと思うのでよくやるんですけど、使うものはこの普通に髪の毛のゴム1本とこれ 32mm のアイロン、ストレートアイロン使えるのでストレートにこれでしていきたいと思います。まずはハーフアップにして上下分けます。本当にもう前髪も全部巻かずに本当全部ストレート全部まっすぐにしていきたいと思います。温度はだいたい今これ150度でやってるんですけど、150から170の間でやります。結局やっぱりもうブローしても私は髪の毛細いんですけどちょっと癖毛なのでやっぱうねっちゃうので、アイロンは必ずマストで通します。まあ、巻くにしてもストレートにするにしてもって感じですね。ね、この辺とかさめっちゃうねってない？寝てますよね。チチチチチチ、やけど注意。はい、下段がストレートにできたので上段を溶かしてからストレートにしていきます。これ私これ今使ってるのウェットブラシなんですけど、美容院で買ったやつ。プロ上がってから濡れた状態でも使えるし髪の毛がそんなに絡まないのでめちゃくちゃおすすめです。私これ今髪の毛暗いんですけどブリーチ毛なので3回ブリーチして今暗くしてるんですけど、なのでやっぱり切りやすいし抜けやすい、やっぱ傷んでるから結構なので、ブラシ結構本当にブラッシングはこまめにするようにしています。やっぱりストレートってめっちゃ大人な感じがするんですけど私の中で、しかもやっぱり今髪の毛が暗いから余計にまっすぐだとちょっと大人な感じになると思うんですけど、ブローバーってした後にもう上下でパッパって分けて5分ぐらいでチャーッとよくやります。じゃあこっから、ヘアセットをちょっとずつ変えていこうと思うんですけど、次は内巻きと思いきや外巻きにしていきたいと思います。でなんで外巻きにするかっていうと、 TWICE のサナちゃんがこれぐらいの髪の毛の時あったじゃないですか。外巻きにしててすごい可愛かったので、サナちゃん見てこれぐらいの長さにしたいなって思ったので、これから外巻きヘアにしていきたいと思います。はい、同じく使うのは 32mm のヘアアイロンを使っていきます。外巻きって言ってもワンカールの外巻きにしたいので、本当にこういう感じで外巻きにしていきます。どうしてもこれぐらいの長さだと内巻きにしたくなっちゃうんですけど、外巻きめちゃくちゃ可愛かったのよ。でそれ見て、いやちょっとこの長さの外巻きめっちゃ新鮮だしめちゃくちゃやりたいと思って髪切ったんですけど、ちょっと外巻きに見えづらいんですけど、こっちの方が外巻きっぽいかな。なんかこう斜めにこうやって巻いていくと割とこう分かります、こっちの流れ毛の可愛く斜めに外巻きになってますよね。はい、めっちゃ簡単、もう2分ぐらいで終わったんだけど、はい、これが私がよくやる外巻きヘアです。外巻きっていうかもう本当にワンカールなんですけど、なんかさ、さっきのストレートとさもう全然なんかまた雰囲気が違うと思うんですけど、ここが一回こうワンカール入るだけでめっちゃ可愛い。あとは私ここにレイヤーが入ってるので
ここ外巻きにするとこうちょうど毛の流れがこうちょっとずつ長くなってて、めちゃくちゃ可愛いんですよ、顔周りのレイヤーが。なので、外巻きよくやります。まあ、これでも十分なんかまあ可愛らしくなってると思うんですけど、こっから私は、顔周りを巻いてハーフアップよくやるんですけど、ハーフアップやっていきたいと思います。使うものはこのね、シュシュ、これオーガンジーの前にルピスで買ったシュシュと、あとヘアゴム使います。まあ、ハーフアップってみんなしがちだと思うんだけどさ、なんかみんなの中のさ、ハーフアップのこだわりとかあります？私はね、この顔周りのここの毛を巻きたいので、だいたい耳から2センチから3センチ上でハーフアップにするんですよ。もう髪の毛上からこうやって手ぐしでピーってやって、この時にね、あのスタイリングでつけてもいいんですけど、ちょっとつけずに私はいつもやっちゃいます。いい高さでハーフアップにしたいから、いい高さを狙ってこうやってハーフアップ、はい、いいんじゃない？普通にとりあえずまあ仮止めみたいな感じで結びます。で、髪の毛を一旦前に持ってきて、これだけだとなんかちょっと重い感じになっちゃうから、ここから顔周り巻いていきます。もう今回同じアイロンで全部やったのは、多分みんなが一番持ってるの、一番多いのがこの 32mm だと思ったので、 32mm で全部やろうと思って外巻きに巻いていきます。こんな感じでこの耳の手前だけちょっとゆるく巻く感じですね。で、前髪もさっきずっとストレートだったんですけど、ちょっと巻きます。でも私の短いからちょっと多めになっちゃうんですけど、若干すごい清掃清掃じゃない？一応はあのさっき内巻きにしてあるので、毛先はちょっとやっぱくるんって若干なってるので、この上からシュシュを巻けばこんな感じでヘアアレンジ完成です。顔周りにレイヤーが入ってるので、確かにロングもヘアアレンジいっぱいいろんなのができて楽しかったんですけど、なんかちょっとまた大人なこんな感じで動きが出て可愛い。私のまああのもう担当の美容師さんのインスタを見てもらうと、本当この長さでこの色のヘアアレンジしてる女の子が出てくるので、すごいおすすめなんですけど、顔周りに動きが出るだけでめちゃくちゃこういう感じで今っぽい感じになって可愛いと思うので、私はすごいこの頭に1回さ、例えばしてこれぐらいの長さで、なんかもう中途半端で本当になんか髪の毛のヘアアレしづらいって思ってる方って結構いると思うんですよ。私も昔ボブやったことがあって、20歳ぐらいの時に、でそっから伸ばすまでの間本当にあのもう中途半端な長さが一番嫌だって、もう多分中途半端って言われる長さだと思うんですけど、本当に嫌だなって思ってたんですけど、今は逆にこの長さにしたくてしたので、めっちゃヘアアレンジ楽しいです。多分顔周りにこうやってレイヤー入れてもらうと、本当朝のアレンジめっちゃ楽なので、外巻きにね一回ワンカールして外巻きにしてるだけなのでめっちゃ楽です。はい、でもちょっとなんかこうなんていうんですか、あのヘアアレしてる感は出ると思うので、こっからさっきみたいにハーフアップにしてもめちゃくちゃ可愛いと思うし、このままでも可愛いと思うので、はい、ぜひもう今回のはもうヘアアレンジもそうですけど、顔周りにレイヤーを入れてほしいっていうあのおすすめ動画です。はい、あのヘアアレンジ見たいって言ってくださる方が多かったので、もう私は3分から5分以内に絶対ヘアアレンジを終わらせたい人間なので、今回は紹介してみました。はい、簡単にできる方がやっぱり何ですか、朝とかは一番いいと思うので、皆さんもぜひ真似してやってみてください。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストもコメント欄で受け付けてます。ということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。